和洋女子大学をお願いします。どうも、セシブログを運営しているセシミです。今日は和洋女子大学について解説します。流れはいつも通りで、詳細情報を解説した上で後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、いつも通りこんな感じです。一つ目、基本情報について。所在地、千葉県市川市となっています。設立年は1949年と、この年に設立された大学非常に多いですね。学部としてはこちらの4つです。後ほどこちら一つ一つ見ていきましょう。学生数は3000名ちょっとと、比較的小さな大学となっています。2つ目、学費について。学費1年目と2年目以降の学費、こちらに載せています。初年度少しだけ高いのは入学金を含んでいるからですね。2年目以降は入学金を含まないので、その分安くなっています。ちなみに私立大学の平均学費は年間114万円なので、それと比較すると学費は少し安いかなというところですね。ただし看護学部、看護学科の場合はちょっと専門性の高い大学になってくるので、学費はどうしても高くなります。他の看護学部、看護学科と比べると個人的に少し高いのかなという印象ですね。学費について詳しい内訳等知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。3つ目、偏差値について。偏差値こんな感じになっています。だいたい40から45の間ですね。ランキングとしては1777大学中459位と、下位半分に入っている大学ですね。日本の大学偏差値の中央値43となっているので、妥当なランキングかなと思います。4つ目、有名人について。有名人は合計で5名です。こちらの5名ですね。はっきり言って僕は1人も知りません。5つ目、就職実績について。就職実績どんな感じで公開されているのかのみ解説します。全体での就職率でいうと 99.8% となっています。また主な就職先についてはこんな感じで学部、学科ごとに公開されています。こちらは一部抜粋なので正直よくわからないんですが、就職実績については偏差値相応かなと思います。要するに偏差値高い大学の方が就職実績はいいですね。就職実績について詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧いただければと思います。こちらの URL は先ほどと同様概要欄に載せておきます。次に和洋女子大学の評判について解説します。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。1つ目、学園祭のイルミネーションが綺麗と。学園祭のイルミネーションに関する口コミ非常に多かったです。こんな感じでですね、非常に綺麗なイルミネーションなので、これを見るためにわざわざ行く人はいないと思うんですが、まあ機会があればご覧いただければと思います。2つ目、ラウンジが人気と。ラウンジに関する口コミもですね、非常に多かったですね。実際の口コミを読み上げると、18階にあるラウンジの眺めが最高ですと。18階にあるラウンジからの眺めが本当にいいみたいですね。ただこれ夜営業してないんですよ。僕基本的に景色は夜景を見たい派なんですけど、まあ、昼の景色しか見られないというところですね。ちなみに現在は改装のため休業しているそうです。3つ目、口コミへの誠実な対応と。個人的にこれ素晴らしいなって思ったのが、 Google のウェブ上のレビューに対して一つ一つ全部返信してるんですよね。全くないわけじゃないんですけど、基本的にこういうことをしている大学珍しいです。大学によっては全然確認してないみたいなところもあるんですけれども、和洋女子大学の場合はきちんと全ての口コミを確認して、それに対して誠実に返信していると。これについては見る側からして非常に印象がいいです。あとはですね、この口コミが反映されてたら完璧だなと思いますね。はい、この動画では和洋女子大学について解説しました。非常に強みの多い大学ですね。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は専修大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。